パッとライト線ヒットになります。長打コースが上のピッチリか2塁へ向かっていく。ツーベースヒットです。ルーネッティピッチリ28打席ぶりのヒットになりました。いやそんな出てませんでしたか。そうなんですよ、ちょっと落ちてたんですよね。なかなかヒットが出ない状態についていたんですが、なかなかライト線が運びました。これで長打コースになるツーベース、ツーアウトランナー2塁、ルーネッティがツーベース得点圏に進んで、じゃあ特に先発はね、はい、まだあれなんですけど、まあ、長すぎピッチャーと野手は同じような感じかもしれませんね、はい、足打ったレフト前、何かもう一つヒットを放つと2打数2安打、今日は岸とルーネッティが2本ずつ、源田がショート内安打1本、チーム5本目のヒットになりました。先頭バッターまで出ていない。そうなんですよね、はい、どうしても先頭が出ないと、はい、ですよね、まあ、逆を返せば先頭を抑えれば点が入りにくいということですね。ということですね、ということですね、はい、だから初回になって